にちは。大丈夫ですか皆さん、このお昼寝の時間ではありませんよ、目覚ましてくださいね。よろしくお願いします。今日は、サンデーアイランドオーケストラ、結成2周年記念ライブにようこそいらっしゃいました。では早速1曲目、いきたいと思います。ピーカンダンス。
ございました。1曲目から、熱いソロを聴かせてくれました、ティンバレス、後ろにおります塩坂義隆。見えないので飛び跳ねるという手順になっております。はい、アルトサックス由美子。トロンボーン松永徹。そして、ドラムス新生です。で坂本浩二。若いですよ。まあ、だから何というのかどういうことではありませんけどね。はい、そして今日はですねスペシャルなゲストを2人を迎えしています。トランペット槍田茂之。そして同じくトランペット影山俊。若いですよ。おいおい他のメンバーも紹介していきたいと思いますので、今日はサンダーランドオーケストラ結成2周年記念ライブということで、ちょうど2年前のですねこの4月の第1週に所沢の、イベントで、サンダーランドオーケストラとしてデビューして、まあ、2年目でちょうど2年目ということでなります。で、何回か来ていただいている方はご存知だと思うんですが、私たちは松岡直也さんの、ね、亡くなってもうすぐ5年になりますが、松岡奈良さんの曲を、演奏しているバンドでございます。で今日は贅沢にもワンマンライブでございます。普通の拍手ですよね。ありがとうございます。しかも無部構成でございます。無理やり拍手させてますが、ということはちょっとね初期の頃から新しい曲までちょっとバラエティに富んだ、選曲でお楽しみいただけると思います。